どうも国尾です。本日は4月の12日鈴木愛理ちゃんのバースデーということになると思います。愛理ちゃんのバースデーせっかくですから、彼女ダトになりますけども、ここまでの26年間を振り返ってみる、そんな動画にしたいと思います。お付き合いください。さあね、僕が鈴木愛理というのを意識して見出した時期というのがどうしても最初になるんで、そこからいきますね。愛理自身がキュート入ってからの時は分かっちゃいたけど、 OK 愛理押してこうってなっちゃいなかったっすよ。キュートの時も僕村上めぐみがちょっとなんかナッチの再来的なところでナッチがっつりじゃなかったから、村上めぐみ面白そうだなと思って見てた。礼儀正しかったり歌とかね、ステージの度胸とかもしっかりあったし面白いなと思ってたんです。で愛理はその中で言うと、そこから順位したってことじゃなくて、なんかその中に入んなかったっていうふうに思ってくれればあんま間違えてないかなって感じですね。でもキュートで活動するようになって桜チラリぐらいかな、あれ可愛かったんですよね。でそこら辺からあと松浦ファンだった人たちが結構愛理に流れたりっていうのがあったもんですから、なんかそんな感じ、そこで見ていって、ああ愛理ってこんな感じなんだなっていうのを意識した感じです。ただまだちっちゃかったんで、ちっちゃくてもなんかタイプってあるじゃないですか。その中で愛理ドーンっていう感じじゃなかったんですよ。なんかよく話してたのは、強いて言えば矢島みたいな方向、なんかね偉そうだね強いてってねでもまあそんな感じだったっす。で、デビューしてからというところ、キュートでデビューしてからということなんですけども、もうそんなに時間かからず、ね、村上めぐみはメジャーデビュー前に脱退になってますから、そんなに時間かからず彼女がセンターポジションということになっていきますね。で2000年代にしましょうか、ざっくりといったセクションになりますから、2000年代キュートどんな感じだったか、鈴木愛理どんな感じだったかっていうことですけど、最初の駆け出しというのは好調だったと思います。もうこれね、ハローの若いグループってみんな最初は好調なんですよ。あとアルバムもほぼほぼファーストアルバム全グループですから、そこ漏れなくキュートも入ってくることになりますね。で最初はもう絶好調で、特に最初のツアーなんてのは最高もうこれはもう見に行った人おめでとうございます系かな。なんかカバー曲とかは太陽とシスコムーンとかのね、なんかエンドレスラブとかもいいし、あの頃のキュートは後のベリーをこの追いつけ追い越せでね抜かしていく、実際抜いてしまう瞬間見てるんで、そういう勢い、一回落ちてからなんだけどね、そういう勢いが最初に一回感じましたよ。キュートね、流れていく音もそうだけど、メンバーの一つずつの質感が、ベリーの場合は探りながらこうスタートしてたと思うんですけど、キュートの場合は最初からもうトップギアで今走らないと自分たちなくなるぞっていうような、そんな感じ、イメージでした。で2008年9年ぐらいのところで少しキュートの内容っていうのは変わってくるんですよ。初期面の先ほど村上めぐみの話しましたけども、有原環奈がね、外反母趾ということで抜けていくと。外反母趾ね、やめましょうこれはね。そういうようなことで、こっからちょっとねキュート厳しいところのスタートになるんですよ。で続いて梅田エリカ、使ったタオルがね覇気みたいになっちゃう。これ表現違うななっちゃうんですよ。でここまでで僕は第1期キュートは終わってると思います。なんかメグの段階までインディーが1期だなんていう人いるけど、僕はここまででいいと思う。それで愛理はこのあともうキュート解散の時とか、矢島も本書いてますけどさまざま語られるんですが、非常に厳しい立ち上がりをしなければいけないということになりますね。ショックという曲ですよ。5人で相入りだけ歌う。他みんなコーラスと言っていいかどうかわからない歌回り。僕これハロプロ21年の中で一番の試練シングルじゃないかと思いますね。ショック。これもしご存知じゃないんだったらこれも貼っときます。あ、鈴木愛理と愉快な仲間たちになってるっていう感じです。これは愉快な仲間たち側がきつかったんじゃなくて愛理がきつかったと思いますよ。うん、チームならないチームなんですもん。これはまあダンスとか全然冴えてますよ。バックのメンバーとかナッキーとかがね、こういうのをこの前後のタイミングですごく思いを一つにし、チームキュートというようなね言葉はファンのことを言ってくれますけど、僕はナッキーが結構チーム結成に貢献してるななんていうのは見てたり感じとして肌感で思いましたね。まあだから素敵なメンバー5人のキュートがもうその後の10年間今まで残る像のキュートですから、そこの原型がこの2010年11年というところで作られます。ただしスタートは決して綺麗ではなく、そして一番厳しいもんだったんじゃないかなと、そういうような印象です。でまあここ抜けてきます。でアイリーキュートのヒストリーとアイリーのヒストリーがどうしても中盤はかぶってくるんですけど、アイリーどういうふうに考えていくかっていうことですよ。本人自身がやっぱり自分だけでやってはいけないということでチームと話し合うような、これも全部矢島の本でおそらく書かれてますね。それまでの卒業、キュートが解散というようなところですかのヒストリー、さまざまな雑誌とかインタビューでインターネットでも拾えるんで、それ探せたら貼っときます。そういうようなねところと同じような内容全部合算したのは矢島の本で書いたんですけど、このね不遇かつ実力がめちゃくちゃ伸びていく時期なんですけど、ここに入ってくるんですよね。でハローの中でも、まあ、有数のなんかスピーディーな曲の中で「キスに愛してる」なんていう曲出ますね。ダンスでバコンもそうなんだけど、ダンスでバコン「キスに愛してる」みたいなあのタイミングってキュートだけじゃなくてハローの他のメンバーもラジオだったりテレビだったりで、特にダンバコとかそうだったですね。前出ししていこうと、この曲すごくいいんだよと、この子たち注目なんだよっていうふうにやってたのを覚えてます。で見てみると漏れなくレベルが高くなっていく5人組キュートっていうのは見れるんですね。この時のアイリー注目度高かったですよ。ボーノもね始めてますし、とにかくキュートの中で鈴木アイリーだけピックアップしてんなっていう印象です。で本人がまだその自覚ちょっとなくて、メディアが先に走ってアイリーが後についていくみたいな感じだったです。まあでキュートというのに戻りましょうか。ボーノも良かったんだけどね。でキュートに戻ると、ここがやっぱりありきでボーノにしなければいけなかったと思うんで、そこで加速させていくわけですよ。でこれは副作用と言っていいんでしょうか。なんと海外で、まあ、これもねこのポルシュタインキュートって書いてあるジャパンエキスポ、これ2014年の T シャツですけど、僕海外版の話なんて2009年2014年の話もしているんで、そこにボーのキュートなんてもかかってきますから、それもリンク貼っておきますね。見てください。今日リンク話多いな。でそういうふうに思っています。で何が言いたいかというと、海外でモーニング娘。人気一強だったのがベリーズ工房人気というのが実は2010年までの後半の時に上がってきてたんですね。それがキュートに移行するんですよ。日本からだいたい1年から1年半遅れぐらいで海外で人気出るんですね。今はそんなことないですよ。昔はそんな10年ぐらい前はそういうことってざらにありました。少し情報のタイムラグです。YouTube のそれこそ発達とかと同時に海外とリアルタイムになっていくのがハローの、ハローだけじゃないね。J-POP カルチャー全部にある現象だったと思います。で、アイリーは当然その中でも注目はされます。もう耳の早い目の利いた海外オタにということになりますね。キュートは、まあ、なぜかフランスは毎々一強という不思議な絵になって終わるんですけど、まあそれもそれで面白かったですけどね。でもまあアイリー含めたキュートというのが各国で人気を博し、そしてワールドツアーというところで言うと、ワールドツアーとは言わなかったね当時、海外公演と言ってたかな。キュートはフランス、メキシコなんていうのは確固たる地位を自分たちの実力で手にしたような気がします。そこのスタートが僕は2010年代の最初にあったと思う。あれ、ボーノは良かったね。ボーノがつかめてた。守護キャラとかもそうですけど、アニメって世界共通言語ですから、そこの主題歌やるっていうのは大きいですね。キラレボもすごかったんですよ。なので久住小春は全盛時にワールドツアーというか、もし仕掛けてたら、歌ってたかどうかは別として成功してたと思います。それだけのポテンシャルはあったんです。だけど日本もそうですし、ハロプラ特になんですけど、2番手3番手で様子見ながら行動しちゃう、空気読みながら行動しちゃうっていうところで、その勝機は逸したと思います。ですがキュートは活動の後半にその最後残っていた切符を手にする、そういう印象です。2013年のジャパンエキスポ、そしてラッシーガルですよね。ジャパンエキスポは確かトークだけとかだったのかな。で、ラッシーガル、フランス・パリでのコンサート、これは感動しましたね。しっかり現地のファンを、9割以上現地のファンですね。現地といってもヨーロッパ各国から、アメリカからも集まってました。なので日本人以外ということにしましょう。が9割以上のコンサートで、ホールで、まあこういう今だったらもう言えると思うけど、正式なもぎりの人数は700枚台後半だったと思います。まあちょっとイベンターとかも、僕かなり早くからフランスの活動スタートしてたんで、知り合いになっちゃってたんで、情報が入ってくるたという意味で捉えていただければ。でもおそらくハローのコンサートの中で2013年のキュートが一番人入れてますよ。ニューヨークのモーニング娘。は除いてます。2014年のニューヨークのモーニング娘。というのは1000人は超えてました。でもまあキュート、フランス、パリ、ラシーガルというところね、ここはパリで行ったら一番人入れてたね。感動しましたね。鈴木愛理だけじゃない力はあったと思いますけど、鈴木愛理がいなければキュートはここまでならなかったと思う。僕これは最近のところで比較して申し訳ない気持ち、それはそれでブランドをして成り立ってるって言い訳をしてから言うけど、拳ファクトリーに鈴木愛理、こういう立場の子がいたら、僕は今経営解散してないんじゃないかなと思ってますよ。それぐらい、今日は愛理の誕生日ですから、愛理の価値というのはものすごかったというふうなことを言いたかったです。そして1万8000人規模のね、キュートの卒業、解散コンサートにつながるわけですね。もうここら辺は記憶にも新しいと思いますし、若い方も見てないようでしたら、その辺の後半のキュートの映像なんていうのも、もう張りまくりですけど、探して貼っとくようにします。その辺で確認していただければなと思います。で、ソロの鈴木愛理のセクションに入って、今日の誕生日おめでとう動画は最終章にしたいと思います。鈴木愛理ちゃんは、キュート解散後ですよね、1年近いブランクを得て、あの時はあれだな、東京駅のなんだっけ、コットンクラブか、コットンクラブでソロをやるまでに時間を使います。半年くらいって言った方がいいのかな、ね、でそこをスタートする時、本人もちょっとヒヤヒヤしてた、ドキドキしてたっていうふうに言ってたんですけど、これ誤解されないように言えばなんですけど、僕なぜ彼女がそう思ったかというと、夏焼きみやびがベリーズ工房休止後にピンククレスで出るんですけど、そこ1年以上時間かかってんですよ。もしテンポよくみやびがスタートしてたら、ピンククレス好きですよ。でも今の規模ではなかったと思います。なので比べちゃいないだろうけど、そういう例で自分が忘れられてしまう、少しテンポが悪くなってしまう、そういうのを愛理は感覚で分かっているんですよね。なので遅くなりすぎないところというのでは、これもギリギリだったと思います。でギリギリどころか、鈴木愛理のソロは大成功します。もう驚きましたし、会場見た時に僕ちょっと涙出たのを覚えてますね。パシフィコ横浜の5000人を鈴木愛理ソロでいきなり埋めますよ。ねえ、コットンの時の探り探りの愛理も良かったけど、パシフィコはショーも素晴らしかったし、ただものじゃないなっていうふうに思いましたね。今ただものじゃない鈴木愛理は続いています。2020年今どういうタイミングかというふうに申し上げますと、これをリアルタイムで見てる人は分かっているはずなんですけど、今月やるはずだった、ね、横浜アリーナ1万人超えですよね。その規模をやるはずだったんです。おそらく満員にしたでしょう。こういうクラス、この規模のアーティスト鈴木愛理になっています。理由を最後簡単にこれを3つ説明して終わりましょう。鈴木愛理ちゃん、歌ダントツ、声もいい、歌唱力、その声にまつわるものがダントツです。ここがまず一つ。二つ目、彼女のバックに資金が集まってる。ここは皆まで言っていいかどうかわからないですけど、要は家族環境も含めて責任取れる人も集まってます。これ大きいんですよ。なぜかといったら興行ですから。そういうところです。これ2つ目で、3つ目、本人のマインドですよ。これが歌とダンスに全く手抜いてない、もともとの可能性、ポテンシャルがあって、自分が未来に向かっていく、そして隣にあるものは何なのかっていうところ、たっぷり整理できてますね。僕はこの3つが三位一体になっていて、鈴木愛理というのを形成している気がします。そこには、土台にはこのキュートというキャリアと、ともすれば一番下だった時代というのを支えてくれたチームキュート、そこというのが土台になる気がします。今の鈴木愛理ちゃんのファンの方々というのは9割ぐらいが当時のファンではないんです。これも面白いですね、でも今日は誕生日ですから、鈴木愛理ちゃんの歴史というのを振り返り、キュートの時で今見てないよって人は今の鈴木愛理ソロを見てみる。そして鈴木愛理のソロは見てるけどキュートをよく知らないよって方々はキュートを見てみるっていうのもついつまなうような、ぜひご推奨な、そんな日だと思っております。では本日はこの辺にしましょう。キュート鈴木愛理ちゃん26歳、当然素敵な1年になると思います。注目して見ていきたいので、楽しんで皆さんと一緒に愛理を応援していきましょう。それじゃあまた。